僕の名は、ジョニー。仮面ジョニーダート名乗らせてもらおう。ギャハハ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 。はい、皆さん、ごきげんよう。仮面ジョニーダーです。ちょっと前にご紹介しましたこちらの英雄雄造新仮面ライダー1号の出来が良かったので2号もゲットしちゃいました。今回もメルカリで2000円くらいでしたよ。2号のかっちょいいお姿がボックス全面にあしらわれていますね。それでは中身を開けてみていきましょう。綺麗に梱包されていたので、ハサミでチョキチョキ。いいねー。箱だけでも飾っておけそうだね。まあ、私はすぐに捨てちゃいますけど、箱は基本的に捨てちゃう派です。だから、こんな丁寧に開けなくてもいいんですけど、一応動画撮影中なので、丁寧に開けています。一号同様にビニール袋に入っていますね。これもハサミでチョキチョキ。はい、フィギュアが出てきました。下半身は赤いベルトが目立ちますね。やっぱり赤い方が昔ながらのライダーっぽい気がします。今回もスタンドは左足に取り付けるようです。あれ?つかない。ちゃんとつけられました。それでは上半身、ご尊顔を拝見いたしましょう。おー、いいねー。1号よりも濃い赤の複眼が綺麗です。下半身にパイルダーオンしましょう。はい、2号の出来上がり。かっちょいいねー。1号と並べるとダブルライダーの出来上がり。なかなかいいんじゃないでしょうか。近くで見比べてみましょう。ヘルメットは複眼の色だけでなく、クラッシャー部分やラインの色なども違っていますね。2号は正面から後ろまでシルバーのラインがあります。後頭部側を見てみると1号は三角形型にグリーンのアクセント。さらに池松壮介さんの長めの襟足。江本佑さんは後ろ髪短めです。背中の羽みたいのは変わりないですね。ベルトは白と赤で違いがはっきりしています。さらに2号は体の横に太めのラインが入っていました。同じような見た目でも1号と2号とではだいぶ違いますね。どう並べればいいのかな?こう?それとも左右逆?まあ、どっちでもいいですけど、約2000円でこの出来栄え。なかなかよろしいんじゃないでしょうか。それじゃあ、今回はこの辺でー。バイバイ、またねー。